ミューン。イギリス海峡に面した港町として知られている。ディエップは、イギリス海峡に注ぐ、アルク川川口に位置する。最古の地名の証拠は、11世紀に遡る。デッパへ、ジエッパ、12世紀のデッパ、デウパ、ジオパである。1694年、砲撃を受けるディエップ。1701年の同伴が907年、バイキングが、 現在のディエップ近郊にあたる海へ注ぐ深い川とジェップの名を初めて書き残した。1030年に小さな漁港として初めて名前が歴史に現れた。1197年、ノルマンディーコーリシャールがディエップを含む領地にルーアン大使教座を設置する許可を与えた。ディエップは100年戦争の間攻撃に耐え抜いたという。 重要な賞賛に値するものを持っていた。ディエップは16世紀フランスで最も進んだ地図学学校を持っていた。1488年、ディエップ出身の航海者、ジャンクザインがアゾレス諸島と西アフリカへ向かう途上、嵐によってルートが逸らされ、ブラジルのサンロッケ岬に漂着した。1508年、トマオ・ベールとジャンベラスさんがディエップから、 ニューファンドランド島へ向けて出港。後のセントローレンス川に達した。そして17世紀にはフランス王国第一の港となった。1632年7月23日、300人の植民者たちがヌーベルフランスへ向けてディエップから出発した。1685年のフォンテーヌブローの直令布告によって、 海外へ亡命する3000人のグノの市民たちがディエップからいなくなった。1674年、ディエップに初めてタバコ工場が作られた。ディエップは戦時には重要な標的にされた。1694年、ディエップ市街はフランスイギリス海軍の砲撃によって広範囲に破壊された。1696年以後に市街は再建され、1824年に、 王族のベリー公爵夫人、マリー・カロリーヌがディエップを訪問したことから、海辺のリゾート地として大衆化された。ベリー公爵夫人は、最近修復された、私立劇場プティテアトルの建物を援助した。劇場は、特に作曲家、カミー・ユ・サン・サンスと提携していた。ナポレオン三世と、皇后・ウジェニーは、新婚旅行の際に、ディエップに立ち寄った。 ディエップの戦い第二次世界大戦中のディエップの戦いは連合国側が高い代償を払った戦いの一つで血生臭い戦闘として知られるようになった。1942年8月19日、カナダ軍第二不評師団から主に編成された連合国軍勢が短期間でのディエップ占領、情報の獲得、無防備な戦闘に ドイツ空軍を引き込むことを期待して、ディエップに上陸した。連合国側は1400人以上の死者を出し、カナダ兵は1946人が捕虜となって、主な目的は達成されなかった。ディエップが解放されたのは、1944年9月1日、カナダ軍第2不評師団によってであった。カナダ、ニューブランズウィック州の自治体ディエップは、 ディエップの戦いで命を落としたカナダ兵に敬意を表して1946年に改名された。ディエップはフランス歴史と芸術の街の称号を得ている。マリーナホタテ漁でフランス第一の漁港である。パリに最も近いマリーナであり貿易港でもある。ディエップは1970年代終わりまでフランス第一のバナナ輸入港であった。ディエップは ルノーのような大企業が輸出に用いる産業センターである。ディエップは観光の街であり、砂浜のある海水浴場、カジノ、ゴルフ場、競馬場、ブティック、他にタラソテラピーの受けられる健康施設を備えている。ディエップ地図ディエップにはフェリー港があり、イギリスのニューヘイブン港との間に定期便が運行されている。ありがとうございます。